かなチャンネル始まりました。なんと今日はイベントの告知になります。ちょっと先のお話なんですけど、予約が必要となるのでちょっと早めにお尻をかけたいと思います。で、何をしますかと言いますと、12月にクリスマスと忘年会を兼ね揃えたイベントをしたいと思います。今回もありがたいことに瀬戸内フィッシングツアーズさんにお世話になってイベントをさせてもらえることになりました。クリスマスと忘年会ということなんですけど、やる内容としては釣りとあとは飲み会をやろうと思ってます。釣りだけの参加でもいいですし、あとは忘年会だけの参加っていうのも大丈夫ですし、あとまあどっちも参加しようっていう方も大丈夫です。なので、今から詳しい詳細を発表していくんですけど、日程の方は12月の7日と8日になります。で、場所なんですけど、前回のイベントと同様岡山県の宇野港になります。まず釣りの方なんですけど、12月7日のお昼12時から、夕方の5時までがまず第1部で、8日の日が、朝9時からお昼の2時までになっております。で、これが釣りの1部と2部になります。で、その間のこの7日の夜に飲み会をしたいと思ってます。で、飲み会が釣りが5時までなので7時からに考えてます。なので釣りと飲み会があって、まあ全部に応募していただいてもいいですし、例えばこの釣りと飲み会の組み合わせだったり、あとは飲み会だけっていうのもありです。で、募集人数なんですけど、釣りは7日も8日もどちらとも10名ずつになります。で、飲み会の方がですね、ちょっと多すぎる場合は抽選になってしまうんですけど、そこだけご了承いただけると助かります。で、皆さんが気になる釣り物なんですけど、今回はタチウオテンヤやっていこうと思います。で、タチウオテンヤって言ってるんですけど、ジギングで釣りたいっていう方も OK です。一応テンヤの方はタックルを持参される場合、テンヤの重さは45統一でお願いします。で、同じ船でテンヤの方もいればジギングの方もいればっていう、どちらも大丈夫なので、ご安心ください。で、レンタルタックルももちろんついてきますので、タックル持ってないよって方はもう手ぶらでも大丈夫です。料金の方なんですけど、釣りの方は前回の平場イベントと変わらず1万8000円でお願いしたいと思います。釣りと飲み会どちらも参加したいよって方は飲み会代が4400円になります。で、飲み会だけ参加したいって方は、6600円になります。なんでこの値段が差があるのかと言いますと、釣りに参加された方が実際に釣ったタチウオで宴会が開かれるので、そこだけ料金設定をご了承いただけると助かります。で、飲み会なんですけど、料金設定は全てご飯の値段になってまして、プラス飲み物代が別途になってしまいます。それぞれ自分が飲んだ分だけお支払いいただくようになってます。持ち物はですね、前回同様手ぶらでも大丈夫です。レンタルタックルもレンタルのライフジャケットも、あとは軽食もついてきます。で、お茶もついてきます。なので、軽食じゃ足りないって方は自分で少しご飯を持ってきたり、飲み物も追加で持ってきていただけると助かります。で、前回のイベントの時に北海道から来てくださったり、東京から来てくださったり、結構遠方の方もたくさんいらっしゃったので、もし飛行機とかで当日帰ったり、新幹線で当日帰ったりってする方は大丈夫なんですけど、1日泊まってから帰りたいとか、当日中にお家に帰れないよって方は発泡スチロールで自宅に釣った魚を送ることもできるので、新鮮なまま食べることができます。なので、もし発泡スチロールが必要な方は行っていただけると助かります。前回は参加してくださった皆さんにカナからプレゼントとしてカナグッズを好きなやつ一つ選んでもらって持って帰ってもらったんですけど、今回は皆さん統一してカナのタオルをお渡ししたいと思います。じゃん、こちらがカナが今回プレゼントしようと思ってるタオルです。で、結構この大人気なので、もう持ってるよって方も、タオルは何枚あってもいいかなと思うので、よかったら持って帰ってください。で、ちなみにこのタオルプレゼントは釣りに参加された方だけなので、飲み会だけの方はちょっと
お出しすることはできないんですけど、飲み会だけの方にはステッカーをプレゼントしたいなと思ってます。で、釣りと飲み会どちらも参加の方は2つともプレゼントさせてもらうので、よかったら持って帰ってください。で、前回参加された方はちょっとすごい良かったんじゃないかなと思ったんですけど、玉ねうさんから温泉のチケットがプレゼントされます。なので、釣り終わってご飯までの間温泉でゆっくりできたり、あとは飲み会だけの方はちょっと前に来ていただいて温泉に入ってから飲み会に参加することもできますし、もう至れり尽くせりのとってもいいイベントになっております。で、やっぱり釣りたてのタチウオはもうめちゃめちゃ美味しいと思うし、皆さんにももう玉ねうさんの素晴らしさとか、あとはもう瀬戸内フィッシングツアーズさん の, 人柄の良さというか、もう何とも言えないなんか居心地のいい感じとかを味わっていただけたらいいなと思います。こんな感じで楽しいクリスマス会と忘年会にしようと思ってます。今回の応募方法なんですけど、前回と同じく DM で応募していただきたいと思います。Facebook のメッセンジャーか Instagram の、DM か Twitter の DM、 この3つで直接 DM ください。で、その DM に応募される方のお名前、例えば2名だと2名とものお名前を書いていただいて、希望日をどちらにするかとか、一応全部に応募しますとか、何でもいいので分かりやすく書いていただけると、その中で抽選していきたいと思います。応募期間なんですけど、今日から、11月の10日までにしたいと思います。で、結果発表が11月の15日、5日後になります。当選された方にはイベント詳細をまたお送りしたいと思うので、楽しみに待っててください。はい、ということで皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。